なんかちょっとまたあの死の話に戻しちゃうんですけども,もうあの死ぬことですらコントロールできると思うんですよでもなんか今の世の中その死ぬことをコントロールするって自身のようなイメージがあるかもしれないですけどやっぱり日本って尊厳死とかに対する議論が本当にまだまだ少ないんだろうなと思うんですよねでもこの間もアメリカのどこだったかの州でおばちゃんがもうがんの治療に耐えかねてあの。て えー、薬での尊厳誌を選んでたんですけどあ,のあとパラの世界にもマリケ・フェルフールトっていうベルギーの選手で尊厳誌を選んだ選手がいたんですけれどもやっぱりその最後の最後まで自分のことをコントロールしてるんだっていう感覚を持って死んでいけるっていうのはすごく幸せなことなのかもしれへんなっていうふうに考えてるんですよね。 でもやっぱり日本ってあの死ぬこと自体が悪いことだっていう風に考えられすぎててなんかそこにもう一歩踏み込めないような気がするんですけどでもそこをなんかクリアになってきたらじゃあ死ぬまでに何しよっかなみたいな前向きな考え方ができそうな気はするんですけどね、うん、やりたいことリスト <laughs> とかが <laughs> はっきりなんか明確になってくるような気がするんですよね。うん 何年間でこれをやろうとか、なんかそんな感じになってきそうな気がするので。あの、死、えー、の,のことになんですけれどもあの、花岡さんがずっとお話しされてたのは、僕はのそのグリーフケアの話の時にしてくださってて、<laughs> いやあの私の経験としてですね、そのやっぱりなんていうかなその、最後の死を迎えるときにおいて、 あの自分の死に方っていうのをその元気なうちに考えた方がすごく幸せに死ねますよねっていうことがあってそれは,はアドバンスドケアプランニングっていうのがあるんですけど自分はどこで死を迎えたいですかっていうことをあの考える全くその抗がん剤でなんかもういよいよ最後じゃなくて体力のある時に話してであのいろんな人と話してですね まあいろんな意見の人を聞き入れて、えー、まあ決めていく。まあ、最終的にはやっぱり人のつながりってすごい大事ですし、あの数じゃなくて、やっぱり多分、その印象に残ったあの人の言葉とかっていうのに出会ったときに、多分、パッとこう道は開けるような気もするんですけど、やっぱり死を最後にこう見つめるってことは、やっぱりすごい大事だと思うんですよね。でも、その、何やろな、それは私の価値観かもしれないですけど、自分で死を選ぶっていうのは、うん うーんそれはやっぱりいろんな選択肢としての一つとしては別にありやと思うんですけどもなんか最後の最後に死ぬまで生きるっていうのがやっぱりあのいろんな人のこう最後を見て合う中でですねやっぱり一番美しいあの本当にこの間103歳の人の最後を見とったんですけどほんまにこう笑いながら亡くなったって感じだったんですよ。 あのその亡くなる2日前に私会いに行ったんですけど、ありがとうな、ありがとうなーっ,てって最後の最後までその感謝する人で、まさにこの海賊にこう、あのもうあっぱれって言いながら最後に迎えた人だったんですけどね。でも、なんやろな、その自分の最後をイメージしたら、やっぱりそのそういう最後になるケースっていうのはすごく多いんですね。でもやっぱりその死ぬことに向かって、 で結局、その結構ドラマとかでも、そのがんの人があ余命を宣告されて、なんかあとこうやることリストとかってあるけれども、実際にはあんまりないんですよ。あんまりそのそういうのじゃなくて、みんなちゃんと行きはるんですよ。ちゃんと行ける。そのちゃんと生活をして、自分のこの命を全うする姿っていう方が圧倒的に多くて、なんかどっか旅行したりとか、どうしてこうしてとかって、僕らは想像するんだけど、 それもなんか、花岡さんと一緒な感じするんですけど、一歩一歩みんなちゃんと歩むんですよね。毎日。うん。なんか、人間ってそういうもんなのかなってすごい思いましたけどね。なんか、歩みかない人がやっぱり、まうん、ねえ。あ <laughs> までも日,日常の延長線上に死があるっていうそ感じなんですよね、はい。ちゃんと見つめることが大事だと思うんですけど。うん。うんうん 僕の師匠があのレース用の車椅子の上で死ねたら本望やとか言ってたんですけどいいですねいいですね、うん、ちょっと非日常感がある <laughs> 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 でもそうなんですよねいざってなったらもしかしたらそっちに行くのかもしれないですよねなるほど、うん、その方にとってはもうそこが日常的な場所かもしれない、うん、そうですね 100歳す過ぎて、えー、死ぬ2日前にお礼が言って亡くなれるって、本当に最高だような気がしますしね。うん、うちの親父もねその、亡くなる2日前に、そのその医師会とかにメールをばーって打ってたんですよ。うんンンなんで死だすけど <laughs> 最後にもう自分死ぬからってもう本当に感覚的に分かったと思うんですけどやり残した仕事しとこうって言ってメールを打ち出しててちゃんと最後の最後まできっちっと仕事してんなこの人っていうなんか生きる姿を見せてくれたんですよね。これかっこいいなと思いましたけどね。うん、あのは認知症研究の,あの長谷川和夫先生もやっぱりなんかそんな感じだったかなって思いますね。 あのなんだろう自分が認知症になったことを分かってる認知症研究者ですもんね、なんか、それ、でも、いやでも長谷川先生、長谷川先生って長谷川式っていう認知サービスを考えねデイサービスを考えた人なんですけど、自分はデイサービスに行くのを拒否したん。<laughs> そうそうそう だから研究者として自分がなんかこう答えとして出したものが自分にはマッチしないんだみたいなことておっしゃってましよね。いえ、はいい,やい,やいやすごく気になってたので、うん、テレビなんかでも見ながら。あれはショックでしたね。デスサービスはやっぱり男性の方がうまいこといけへんので、女性の方がやっぱりコミュニティに飛び込むんですよね。 いやレー友達ーとかを作ると、生き返るかってる感じがあるんですよね、はい、すごくね。そうですよね。やっぱり人とこう会って刺激を受けて、はい、また変ね、自分が思った人と違うところに行くって、うん、今ちょっとその、ね、引退の話とかになりましたけど、それもまた人生で面白いですよね。うん、あの、花岡さん、その引退って感じで言うと、 パラーアスリートの人たちって、例えばあのプロ野球選手が j リーガーとかって、戦力外通告みたいな、そういうあの予期しないというか望まない引退をさせられるケースって多いんですか？パラですか？パラスポーツ。パラはほとんどないですね。やっぱり次がいない世界なので、基本的にはまあなんか自然消滅的にやめていったりとか、うん、本人は。 続けてるけども、届かないとかいう流れが一番多いんですけど、なんですかね、まあ、僕の知る限りでも、パッとやめた選手って本当に数えるぐらいですかね、うんまああの、そういう選手の特徴としては、もうこれ以上無理だからっていう、うん、そんな感じが結構ありますな、ね、花岡さんと同じような感じでな完全納得っていう。 うん、僕はちょっと一回北京で挫折を経験してからあの辞めるっていう決断だったのでやっぱりその,北京の時ののよようううなな思思いいいをしてて辞めたたくないっっも多分あったと思うんですよね自分が努力して実らないっていうその体験をしながら辞めていくっていうのは嫌だなみたいなのが多分あったと思うので、まあ、ロンドンにかけたんだと思いますね。 本当に無駄にはならなかったんだと思いますね、アテネから北京までの4年間も、成長はしてたんだとは思います、結果は出ないけど。ね、うん、それこの話がなかったら、僕も花岡さんにここまで引き込まれたことなかったと思います、ね、<laughs> うん本当におこがましいんですけども。うんうん